最近自分のまとめサイトを見てたんですが、キムテスが憧れてる YouTuber のところにコムドットって書いてありましたね。いや、僕道を開ける側ですからね。どうも、ポケモンにハマってる男です。今回の動画なんですが、600人の男性に女子に伝えたいことを聞いてみたので、そちらを見ていこうと思います。あと最初に言っておきたいことがあるんですが、多分ここのリプランの人たちは僕と同じ陰キャですね。なので、陰キャ男子から見た女子に伝えたいことですかね。ツイッターなんて本当に陰キャしかいます。この動画が少しでもいいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。めっちゃ前髪大事にしてるけど別に見とらん。お前のために大事にしてねえんだわ。なんか女性からストレートパンチ食らってますけど、いやでもね、女性ってよくおしゃれとか全部自己満だからとか言ってるくせに、頑張って化粧しておしゃれしていったのに可愛いとか一言もくれなかったんだけどみたいなこと言うじゃないですか。どっちなんだい。今日ビジュ悪い。変わらん。まあ気持ちの問題ですよね。多分女の子毎日ビジュいいから自信持ちな。もっとよし、女性視聴者からの好感度一丁上がり。体育祭の時に髪型変えんのあんましじゃない。でもなんか鉢巻きを上の方で巻く女の子って大体可愛くない？そういう法則性ない？ちなみに童貞が一番しそうな髪型はこれらしいですね。この髪型可愛いよね。僕童貞じゃないんだけどな。嘘である。童貞じゃないんだ。着替えるの遅すぎ。多分男子より女子の方が裏とかスカートとか着替える過程が多いとは思うんですけど、それにしてもまあ遅い時はありますよね。まああくまで僕の予想ですけど。まるまるちゃん、おっぱい大きい。ちょっとやめて。あんみたいなことをして遅くなってる可能性もまああるんじゃないかなと。そこに混ぜろ。ユリ警察だ。お前を逮捕する。いや、ちょっと。毎日事情中寝てるとき、後ろの女子に、オラか、無駄で起こしてくるのを背中痛くて地味にきついから他の方法にしてほしいと言いたい。いや、寝てる方が悪いですよ。あと、女子の方から自分の体に触れてくれるなんて、そんなことを聞いたらうちの視聴者は黙ってませんよ。ああ、僕の視聴者の逆鱗に触れちゃった。教室のドアのところにいるの邪魔。話すなら自分の席で話してほしいですよね。僕も学生の頃にドアの前で喋ってる女子たちがいて、やばいどうしよう、このままだと教室に入れないって困ってた時があったんですよ。そんな時に、道を開けろってコムドットさんが言ってくれたんですよ。そこからずっとコムドットさんはね、憧れですね。自分お前好きアピールしないでほしい。勘違いさせるようなあざとい女いますからね。オタクはちょっと女の子に優しくされたらしけってなっちゃうんだから。悪口を聞こえるように言うな。人間好き嫌いあるので、悪口を言うことはね、まあいいとは思うんですよ。でも本人の見えるところでは言わないでほしいですね。僕のアンチもいっぱいいますけど、本人が見えるツイッターで書き込むなよ。裏で言いなさいよ。もうみんな童貞になっちゃえ。女子同士でディスディスしすぎなので、もう少し仲良くしてください。あと愚痴を言うなら、もう少し面白く話してください。ガチでしんどそうな話は聞いてて辛いです。女子ってなんであんなにディスディスしてるんですか。女子バレー部とか吹奏楽部の女子とかディスディスしてるって結構聞きますからね。多分女子って男子に比べて地雷が多いんでしょうね。女子同士が喧嘩したら絶好レベルの関係になってるの怖すぎ。男子だったら喧嘩した次の日チンコチンコ言い合ってるんですけどね、女子は喧嘩したらずっとネチ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 言い合ってますからね。このことを第5で表すとどうなるんですか。第5さん KPAXZYSB。 いや長いな。前髪気にしすぎです。可愛いので別に気にする必要ないと思います。いや、このウータン絶対女の子受け狙ってますね。多分女の子見て下半身がゲンティゲンティしてます。女子の皆さんへ、授業中と給食の時間と休み時間にうまくもない歌を歌わないでください。これ男にもいるよね。自称アイドルと自称ジャニーズね。友達と話すのはいいけど、そこ俺の席ってなるから座らんでくれ。前の動画でも言いましたけど、自分の席に女の子が座ってるわけじゃないですか。もうそれは関節ケッツなんだよね。死ぬって笑うやつなんか嫌いです。死ぬってネガティブな言葉ですからね。死ぬとかじゃなくて、生きる生きたいとかにしてください。バレンタインチョコくれバレンタインチョコもらえないんですか。僕は毎年 M さんと K さんにもらいますよ。え、彼女。いや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 、そんな関係じゃないですよ。ただのお母さんとおばあちゃんですよ。学校行く時に追い越したら急に喋らんくなるの、なんなん。気まずくなるからやめてくれ。この人抜かすのがソニックぐらい早い可能性ありますからね。それを見て絶句してるだけですよ。多分プリクラしない方が可愛いよ。これわかる。今のプリクラ加工が強すぎて全然可愛いと思わないんだよな。たまに宇宙
宙人ぐらい目がでかくなっちゃってる人いますからね。だったらスノーとかの方がまだ可愛いですね。アニメキャラのアイコンまたはゲームキャラのアイコンイコール悪い人またはオタクと決めつけてくださーい。かっこと言ってる自分はオタクだった。まあ何のアニメかによりますよね。僕もオタクなんである程度はわかるんですけど、五等分の花嫁のアイコンとかって絶対オタクじゃないですか。でも東京グールとかって結構陽キャな人もいるじゃないですか。好きなアイコンにするのが一番だと思いますけどね。ちなみに僕の LINE のアイコンは3年間トリッピーです。高音かっこソプラノ並みで騒ぐのやめて。マジで高い音が聞こえなくなってきますから。口から J アラート出すな。 JK のキャーとかってチンチンしますよね。友達といるとうるさい上に強気なくせに、一人とか少ない人数になると弱気で何も言えないの何なのって感じる。 JK とか JD って集団になると生きるような生物ですからね。いやそれなって思った画面の前の皆さん、陰キャも同じだよ。つまりこのことから僕たちイコール JK というシティが成り立つんですね。はい、僕たち JK です。あーいあーいあーい、頭おかしくなってきた。あー、察してよと言葉にしないと伝わらないよ。もう場面で使い分けるのやめてください。矛盾してる女とか結構いますからね。 A 子本当にキモいんだけど、言いたいことがあるなら直接言ってこいよで SNS に書き込む矛盾女いますからね。楽しそうに話しかけてくれたら好きになってしまうやん。やめて。僕の視聴者にもまだ可愛い子がいた。よかった。僕みたいなひねくれオタクしかいねえと思ってた。でも君はここへ来てはいけない。すぐ戻れ。女子ですが、いつもこんな陰気に話しかけてくれてありがとう。めっちゃ可愛い目の保養女神ってクラスの一軍女子に言いたいです。おっと、なんかこの動画平和になってきたぞ。親子で見れるようなヒカキンさんのような動画になってきましたよ。服脱いでほしい。おいよくインスタに上がってる覚醒みたいなフィルターない方が絶対可愛い。クマとかだったらわかるけど、あれは何がいいのか全くわからない。インスタの DM を LINE の代替として使わないで。今みんな LINE 使わずにインスタの DM でやり取りしますからね。陰キャになりたくなかったらインスタは絶対に入れた方がいい。 JK とかにありがちなんだけど、女子の言う可愛いはマジで信用できんよ。最近の JK 何でも可愛いって言いますからね。コケ見ても可愛いって言ってそう。身長165センチくらいが好き。あなた方が頭で思い描いてる165センチは170センチメートルです。そういや僕って何センチ？165センチ。思ったより低いね。これが今まで3回ほどありました。謎にダメージ与えてくるのやめてください。あのね、身長165センチぐらいの男がいいとか言ってる女、大体ろくな女じゃないから。愛を身長で決めんなよ。愛を身長で決めんなよ。本当に好き。あ、ありがとうございます。声かわいい。あ、ありがとうございます。何を察しればいいんや、わからんて。アーニャじゃないんだから無理ですよね、察するなんて。特にないけど、あえて言うのならお金くれ。ただの紐男やないかい。ストーリーで友達の誕生日祝う時の数字の風船どこに売ってんねん。着眼点が独特すぎる。いつも君のことを見ているよ。ストーカーが優勢風なのよ。いい匂いがするので好きです。女子ってなんであんなにいい匂いするんですかね。いやー、いろいろ考えたんですけど、あれはね、毛穴からシャンプーの匂い出てますね。まあ多分普段からシャンプー飲んでるんでしょうね。いつもありがとう彼女。彼女ってなんすか、彼女ってなんすか、彼女ってなんすか。